あなたにしか解けない謎があるんですよ。そういうのお好きでしょ？助けてください、ロートレック先生。おめえにより地下を守る仮面の騎士だ。本当にもうダメなの？見るがいい。これが真の王の絶対的な力だ。かの文豪ユゴーは言った。地下はパリの腹渡であると。縦横に不規則に走る下水道、採石場、カタコンブ、俺たちが平和に暮らす足元には深淵な地下迷宮が眠ってるのさ。さあ宝よ、愛しき謎よ、私の前に立ちはだかるがいい。何を読んでいるかと思えばくだらん作り話だ。おとなしくしろ、ロートレス。盗んだホークのダイヤを渡してもらおう。ありました、博士。それぞれアビテです。この壁の向こうに大事なものが隠されているのは明らかだ。また謎解きですか？私に解けない謎はない。邪魔見ろ、ロートレック。ガーッ。つけろよ、ポール。すぐ追いつけよ。ソフィー君、君がいなければ困る。博士、そなたたちはその真実に近づく勇気があるのかな？私は必ず全ての謎を解き明かす。そして真実を見届ける。コナミ。